田高校、県内初の女子硬式野球部一期生となる2人が入学しました。本気野球をもう引っ張りやめて、もうソフトボールに。海星科が野球を作るってなって、もうチャンスだと思って入りました。2人が目指すのは夏の全国大会決勝の舞台、甲子園。ソフトボール部の横でたった2人野球の練習。やがて9人が揃い試合ができることを夢見て。まあ寂しいは寂しいんですけど、やっぱ1対1ってなんか教えてもらえることが多くて、すごい得してるなっていう気分。なんか面白い感じです。彼女たちは本当に甲子園っていう風な夢を持ち続けてくれてるので、もっともっと明るくな、自信持ってやってもらいたいと思います。はい。先月兵庫県で行われた全国大会、2年前2人と監督が夢見た甲子園へのラストチャンスです。初戦を突破し迎えた2回戦、相手は春の全国大会ベスト4の総会。強豪に対し海星科は初回、2年生の連打で相手バッテリーを攻め立てると、後輩たちが作った満塁のチャンス。打順は土屋キャプテンに。創部2年目気をつけレイ。去年の春、グラウンドは活気にあふれていました。頼もしい後輩たちを迎え入れ、単独チームとして大会に出場できるように。めっちゃ楽しいです。やっぱなんか明るく声出てる感じがして、すごい楽しいです。先輩2人はプレーと明るさで後輩をリードしてきました。後輩に託された満塁のチャンス。とりあえずチャンスで回ってきたんで、1点でも取ってピッチャーを助けたいっていうのがあって、2年生がずっともう3年生引退してほしくないって、1チーム長くやろうっていうふうに思ってやってくれてるので、本当に嬉しいですね。後輩の思いに応える一打で先制。投げては2年生の先発三森が奮闘。先輩を絶対に引退させないっていう気持ちで、最大限に野球を一緒にしたいなって思ってるんで、気持ちだけはどこよりも一番上だと思います。春ベスト4の総会を圧倒し7点差に。強豪をコールドで下し、決勝トーナメント進出を決めました。まさか総会相手に勝てるか思ってなかったんですけど、初回からもうみんなバンバン打ってくれて本当に良かったです。今大会はやっぱりね、ここはね、抜けたい、どうしても抜けたいな。翌日の試合に向けたミーティングでは、過去に対戦経験のある相手チームの分析を共有します。打てなかったイメージがなかったので、自分たちの打撃を出せば勝てると思います。ベスト8入りをかけたトーナメント初戦の相手は花巻東。スクイズを絡めた堅実な攻撃に海星科は4点のリードを許します。追いつきたい海星科は俊足の3年生広瀬がセーフティーバントを試みるもアウト。6回には最大のチャンスが。ワンアウト満塁の場面、打球はライトへ。三塁ランナー土屋キャプテンがタッチアップを試みるもアウト。わずかに届かない1点。
そして迎えた最後の攻撃。甲斐製菓女子硬式野球部一期生最後の夏が終わりました。今にはたくさんの役立ちだし、それにお互い辛いこともあったけど、でも M も自分も最後まで諦めずにやったので、本当に M には感謝してます。本当にいろんな人に支えられて大好きな野球ができたので、本当に最高でした。1年目は何もできずに他の高校行ってたらもう試合できたのかなとか思ってたんですけど、やっぱナナと一緒に野球やるの楽しいし、その次の年からは後輩が入ってきてくれて、もう今では本当に甲斐製菓選んでよかったなと。やっぱもちろん甲子園行きたいのもあったんですけど、この舞台で最後みんなでできたのがもう満足です。また2人でスタートして、目標を諦めず信じ続けた結果、後輩たちもそれに続いてこの景色が見られた、はい、この2人が残した功績というのは非常に大きなものがありますね。そうですよね。これまで山梨の女子選手は野球を続けるためには県外に出るかソフトボールに転向するしかなかった、うん、それが今や全国で活躍するチームが誕生した。本当にその功績というの大きさがね、改めて分かりますが、はい、この2人から始まった山梨県の高校女子硬式野球の歴史、彼女たちの挑戦は山梨県の野球少女たちに夢と希望を間違いなく与えたと思います。そして2人が後輩たちに託した甲子園への夢ですが、新チームはすでに始動していまして、明日から岐阜県で行われる全国大会に臨むということです。1期生2人の夢をいつか叶えてほしいと思います。